はいいどうもオックポンでございますエイダがですね結構ちょこちょこ上場してるってことでどの辺で上場してるのかなというのをババッと見てみたんですけどもまずインドイギリス南アフリカ台湾香港韓国タイまあアジア圏内で多く最近上場してるんです。でまあ30億人の 財布を目指す、目指すってことなので、まあ当然上場してね、えー、取引ができなきゃなので、まあ保有もできないんでね、うん、っていうところで、まああっちこっちの各国でこれ上場してるのは非常にいいことなのかなと思っております。で、まあまああのー、まだ道半ばなので、うーん、なんともね、これは待つしかないのかなっていうところなんですけども、で、その中でも、なんでこの映画を話題にしたのかなっていうと、 有料のね、えー、情報商材、情報、まあ、商材ですね,ね。ところから、エイダが押されてたので、えー、そちらで話題にしてみました。でですね、割とこう、まあ、自由人ですね、自由人の方があ発信してるってことで、まあ、買われてる方もね、聞かれてる方で多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、この方のね、話があったので、 えー、例えば BTC であれば6万7 0 0万円がそこ値だという,いうところ65万円まで下がってしまってっていうまあ、こういう本当か嘘かわからないですけどもまあまあ値段的にねいいところなんじゃないかなっていうところを当ててたりとか、まあ、あとは BTC の話をすると年内ね150万から300万を超えるという噂が出てるっていう話なんですけども で割りかしこう、私たちよりはあ少なくともその情報の上の層の中にいる方の情報なので、えーまあこ,のうん、こういう方であっても、ねえー、揺らぎがある BTC の価格だということはやっぱりよく言えばあどこまで上がるか分からないし悪く言えばあなかなか予想できないですねっていう話になるんですよね。うん っていうところで、エイダの話題を上げてみました。ダイダロスはね、えーまあ、入れといて、インストールしといて、で準備はして、えー、放り込んでおくのが、で、やる場合は、ちょいと入れて、でちょいと入れた後に、まあ、確かめてねで、一瞬で届くんでね。 一瞬で届くんで、まあ私がやったのはビットレックスから、あまあや,やるのは必ずビットレックスからね、えー、ダイダロスっていう形の道を経由してやりますけども、それでやれば本当一瞬です。1分、うん、分書か,かなかったと思いますよ。うん、シュシュッといけるので、まあ試してみてください。本当にやられてない方はね。はい。っていうところです。で、まあここからもう余談なんですけども、 うーんまあ、今から、まあ、10時間ほど前かな、まあ、夜中にアメ e でね、えー、女性のフリーランスの話をしてたんですよ。で女性のフリーランスとで、その会社員、何かは会社員の人が交わってで、フリーランスが7人ぐらい集まって、7人までい,、ね、いないかな、5人くらいですかね。で、話をしてたんですけども、まあ、フリーランスって憧れますよね、聞けばね。 好きなことを仕事にするとか、あなんだろうな、うんまあ、縛られないからあ、縛られない生活とかね、で、自分のやりたかないことはやらないとかね、えー、まあ、いい点、うんまあ、前向きに捉えるとすごくね、いいような、ただあ、やっぱり生き生きしてたですよ。その人たちが発信をしてる、喋ってる時っていうのは、終始生き生きとしてたので、えー、まあ、この辺はですね、 ままあいいいのかなとは思います、えー、でのこういうことすごい分かりやすい言葉で今とね昔と今の形でこれからっていう,う表現をされてたので、えー、シェアしますけどもストックっていうのが今までの昔のねスタイル家屋敷を買ってでそこでもう生涯暮らすと。 をいうのがストック固固定定でですね固定で今は、フロー、流動の方に流れてると。シェアハウスに入ってみて、身一つでね、都会に出て夢を追っかけるっていうのもそうだし、まあ本当、スタイル的に家をみんな持たないじゃないですか。で、賃貸で生活するっていうのも、どっちかっていうとフローじゃないですか。うん。で、こういう流れで、今、カト期キというか、こう流れがですね、変わる。 とところなななんじゃないかなとで流れ的には間違いなくストックからフロー,ー固定から流動っていう形にい動いてるとで物も持たない、えー、家も持たないでその中で生活をしていく必要な時に必要な場所に行くっていうのはもうもう流れ的にはね、えー、できてきてるんじゃないかなと思いますはい。で、えーまあ、これのシェアと あのー、これフリーランスになれるタイプというかなってもつらかはないのかなっていうタイプは人との争い人との競うっていうのかな比べるのに興味がない方がやっぱりいいのかなと、あのー、私非常にこっち側なんですけどもあの人が何をやってようのがあんまりね えー、あんまりというか存在そのものもそんなに興味がないんですよ。うーだからあーこれは本当究極なのかなと思うんですけども本当人が何をやっててもお、まあ、法律を犯さなければいいんじゃないのかなっていうぐらいの感覚なんですね。うん感じ的に。でまああとは節度ね。えー、周りが生還してるところにギャー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 やらなければね、えー、そういうことをやらなければ全然、えー、いいんじゃないかなと。 うんっていいう感じななぐらいなんで,すよで人がどうこう言うっていうのがわりかし好きな方っていうのはあ向かないんじゃないかなと思います。これは冷たい言い方をすると本当に向かないと思います。あのー、人,人がどうのこうのではないので自分の立ち位置があ自分がこうするからああなるっていうねそういうところにしか興味がない。だだからなななんろうな自分が好きじゃないと やっていいけななかかも分かんないですよ自分が好きじゃないともちろん好きなものがあってねでその先にあるのが自分が好きになるみたいなところはあると思うんですけどもあのそこの部分がね、えー、なければきっとフリーランスでは無理なのかなと思いますで人,人との戦いにね興味がない方これがあフリーランスには向いてんのかなともう自分で何とかするしかないじゃないですか で周りに何言われてても全て気休めにしかならないですよね。っていう話ですよね。だからあ、自分の立ち位置ですよね。これに対して興味がある方。まあもちろんね、好きなところからそういう、何て言うのかな。変わっていくと思うので流れが。それは分かんないです。分かんないですけどもおお、今現状であればそういう感じですかね。好きなものがないとか、あなんだろうな。得意なものは、まあ絶対あると思うんだけども、 領承金に閉じ込められちゃって、で、あんたはそれやってもお金かかるし、時間もったいないからやめなさいって周りに言われてね。で、閉じ込められちゃったものってあると思うんですよ。で、それを引っ張り上げるのが最初の、まあ、仕事中がね、えー、だと思うんですけども、まあその辺ですよね。えー、それがあずっとやってればね、必ず出てくると思うんですけども、うん、っていうところですね。えー、今現状としてのお話。で、あとね、 家事と育児をお仕事とみなすぐらいの感覚。これ女性感ですからね。男性感ではなくて女性感の女性の感じ方ね。で、このぐらいの見立てがやっぱり大事なのかなって。だから、あ必要な時に必要なあ手を借りるっていうのをやっぱり平然と行えないようであれば、あ今、やっぱなかなかね、えー、不安定じゃないですかね。不安定な中で、 で、その中でねあの、やりくりするのっていうのは非常に、で、端的に言うと、私仕事行くから、育児を、おなんだベビーシッターにお願いできるとかね。で、そのベビーシッターも個人のフリーランスとかね。であれば、下手なことできないじゃないですか。ね、個人に、ああ、じゃあお願いねって言って、えー、こういうつながりでもってできるみたいなスタイル。で、これ仕事じゃないですかね。 えー、自分のや,やらなきゃいけないことをやってもらってでその分自分の強みを生かして仕事をするで、えー、ありがとうって返ってくるうーでありがとうって言った分お金を払うっていうことですよね。でこれがそのなんだろうシェアであったりとかあなアメーバアメーバなんていうのかなアメーバ型生活っていうのかな。 必要な時に必要なものとペタッとくっついて、で、必要じゃなくなったらスルッと外す。ぴょんと、おぉ、まあ、なんていうのかな。もう離れるっていうのかな。そういう感じのスタイル、うん。これはまあなんかすごい印象的でしたね。家事と育児を仕事と認識っていう言葉はすごい印象的で、まあこれシェアした方がいいですよね。で、これが女性のフリーランス化が進めば、 あ社会的にどうなんのかこれは男性が自由になるっていう話もしてましたあのなんかやっぱでフリーンランスっていうのは自分でやっぱりえ何でもかんでも自分の思い通りには仕事がね入ってくれば最初のうちはこう気持ちよくねでそのうちに不安が仕事が取れなくて不安になったりとかそういうのがあってでそれを過ぎたら今度仕事が忙しくて えー、そっち仕事の方に向いててで何だろうな自由っていう概念がなくなったりとかってするんですけどもその先にあるものっていうのはあまあ今言ったねフリーランス女性のフリーランス化が進むと社会のフリーランス化が進むっていう,うこれも印象的でしたこういう話をしてましたはい。 でフリーダンスにこれで一番最初に喋んらなきゃいけなかったんですけども一番何が必要なのかっていうとコミュニケーション能力ですコミュニケーション能力があーないとですねだからその今来てる情報に対してこう発信をするああ発信をするっていうのを瞬時に言葉でもって反射できるっていうのかなあーがないとこれ、まあ、やってね培われるもの っていうのは喋ってて培われるものっていうのは多いと思うんですけどもあのー、それがないとこれまたね、えー、きついのかなっていうところで、えーまあ、このここまでですね、えー、女性のフリーランス化が社会のフリーランス化をお進めるという形でお話をさせていただきました、うん、あの本、ー、当ねえー、まあここですねストックフロー うん印象的なのはあとは人と、まあ、戦いに興味がないってまあまあこれはなんとなくね、えー、ニュアンスとしては私持ってたんですけどもあとはコミュニケーション能力があると。で女性のフリーランス化が進むと社会のフリーランス女性が自由になったらだって育児、まあ、子育て家事から自由になったらこれはあすごいんじゃないですか あだって両方ですから両方がうんなんていうのかな子供がいるからっていう,う手から逃れられ,逃れられるってのも変なんだけどもやっぱあポジションを外して自分に没頭自分がやりたいことに没頭することによってこれは子供さんにもね影響いい影響は絶対起きますよねずっとやってるわけじゃなくて、えー、やりたい時にやっててあとはやっぱりいい家庭に帰るわけだから。 あこういうことをやってれば必ずこう何て言うのかな張りがある母親父親パパママを見れるってことなんでえこれは非常にいいことなんじゃないかなと。で多分私はここの部分パパママ感覚ってのも変わってくると思っててあのまあ変わってんのかなもう。 離婚率もね2分の1とかなので結婚しても別れるのが大体 2, 人2組いれば1組はね、えー、もう別れてるとそういう時代ですよねでその中で女性同士とかあまたは異性、えー、男性同士とかあ子供をこう,う引き取る側あね、えー、こちらは1人ではやっぱりやっていけない部分っていうのは殻に閉じこもってしまうとやっぱり大変なわけですよきっとね、えー、で それで、えーそ、そのシェアですよね。えー、女性、まあ、男性であれば女性に、まあ、フリーランスの方に知ったお願いしたりとか、あまあ、男性であっても男性に知ったお願いしたりとかっていうのは、まあ、これがフリーランスっていう立ち位置であれば、下手なことできないじゃないですか。うん、だかこれがやっぱりね、ワンワンの c to c のね、関係っていうのは、やっぱり進んでいくんじゃないかなと。 これは私の見立てっていうのはあ絶対ここの部分はあ間違えていかないでそのまま進んでいくと思いますうフリーランスかでそれで乗り遅れたというかねうまくいかない方はこれ結構大変だと思うんですよねでまあこれ不安な話なんで言わないんですけども年収4000万円4000万円以下の方が結構ね、えー、大変になるんじゃないかなっていう話を聞いてます えっとこれは働き方改革でえこれ行うとおそういう流れになるんじゃないかなと要は残業をなくそうっていう形ですよね働き方改革はで趣味を持とうみたいなで趣味にしてもキャッシュフローをもー出せるものもまあなんだろうなこっち側でえ会社は許そうみたいなね えーだから副業の定義っていうのも壊れるだろうしでそういうことですねでその副業の定義っていうのは壊れるのはそれはプラスで受け止めていいと思うんですけども今度は働残業を減らすっていうことなので、まあ、機械投資とかっていうのは会社を絶対してきますよねであとは業務を投げたりとか外側にねうんでそれによって今まで会社員がやってたことがなくなるんだけども その亡くなった分を昔、今であれば残業、昔であれば残業っていう形で取ってたんだけども、その残業っていうね、残業代っていうのは1.25倍、だから25%増しですよね、まずね。で、これが10時から5時でしたっけ、えー、?6 時でしたっけ、えー、で、なれば深夜割増しがつくんで25。で、残業と深夜割増しが両方ついたんであれば1.5倍になるんですよ、時給換算がね。 まあ分給換算でもいいですけども1.5倍になるわけででこれをちょいちょいもらっててなんとかね400万を維持してる方っていうのも当然これはいると思うんですよ。まあ深夜割増とか残業代とかね全くかぶんない方はまあ残業はでもかぶると思うんですよね。で25%っていうのをもらってたんだけどもそれが外注化されるとなってくると。 おこれは給料が減りますよねそうなってくるとやっぱこうお中間層だと思われてく人たちが大変になるっていう流れは今後もお今後ねどん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 加速化はあするんじゃないかなと働き方改革は多分通りますから出、うん、ないと結局なんだろうな国としてはもう,もう面倒見きれないんですよね個人を、うんそう。そういうことなんですよ。 あのー、あれを通すってことは私はそう受け止めてます。個人国としては個人のを許容できないよっていうのを言ってるんだなっていう見方であれは受け止めてますから、まあ、いいふうにも受け止めてますけどもそっちの方がどっちかというと強いかなっていうところで、えー、まあまあ、あのー、この辺でねお開きにしようかなと思います。 あのー、やっぱり時代っていうのはどん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 変わってますう投資株なんかも見てても銘柄もね全然変わってきてて今日なんかはあなんだろうな、えー、また B とかねノアの B とか上がってきたりとかノアの B とかね結構上がってきてるんですよあとはその もう葬儀屋関連かなこれ葬儀屋なんか、まあ、汚い話なんですけどもプラズマ系ですよねプラズマ系で、えーまあ、何だろうなあ肉っていうのを消してしまう、まあ、電子レンジみたいなもので肉っていうのを肉炎を消してしまってでそれで仮装を行うことによって、えー、な後処理が大変あ簡単になるとかねそういう銘柄なんですけどもプラズマ系の銘柄ですよねこれだから電子レンジとかもそうなんですけど あのこの銘柄が上がってますよね、これ、葬儀関連なんですよ、うんでそれが上がってたりとか、あまあ,あ、まあ、まあ、本当に、やっぱね、えー、時代と何ていうのかな、何がいいのか悪いのかって、でセキュリティ関連が上がってたりとかね。 えー、あとはあまあ「でき高ができてても上がんないものもあるんですけどもまあメガ,ネスメガネスーパーのビジョナリーが上がってたりとかあまあ「でき高が上がってたりとかねまあ値段が上がるっていうのはあんまりいこれは時期がくれば上がるもんなんでい,いいとは思うんですけどもあとグレイスだとかなんとか免疫とかまあこの辺がもう今5番スタートしたんですけど。 上がってますよ、ね、で、ま、大塚銘柄だと、アップバンクとかね、えー、っていうものが動いてたりとか、とにかくね、本当に日々動いてるな、というところでございます。これ、本当あ,あっちもなまとまんなくなっちゃったんですけど、まあ、まこの辺で切ろうかなと思うんですけど、本当うーん、ね、えー、まあ、動いていきましょうと。 あれは私のね、サブレ動いてるのは、比較的順調な部類に入るのかなと、うまくいかないんですけども、それでもうまくいってる部屋があったりとか、部屋って言ってもなんだかよくわかんないと思うんですけども、うまくいってる、うまくいってるアカウントとうまくいかないアカウントがあるんですよ。そうそうそう。そういうのがあったりとかね。 あと、断酒ね、えー、今、9日目、えー、とかかなうん、そのぐらいになります。お,お酒を今、立ってるんですけども、もう、あとはあ2週間ぐらいまでね、だあと 2, 2週間くらい脱水でいくと、もう余裕ですよ。で、今度、3週間経った後の次どこなのかっていうと、3ヶ月なんですよ。で、3ヶ月経つと、もう、もう、ね、 お酒飲むって言っても、今度こっち側毛嫌いしちゃうぐらいになっちゃうんですね。もう3週間でもそんな感じになっちゃうんですよ、実は。うーそのね、継続のゾーンに入るから、何度もおしゃべりしてると思うんですけども、で、時間が長くなるからいいですね、お酒飲まない。まあ、お酒はいい,いいとは思うんですけども、はい。それで、えー、切ります。ではね、バイバイ。